今日の御言葉、マタイの福音書17章5節から9節。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け、という声がした。弟子たちはこれを聞いてひれ伏した。そして非常に恐れた。するとイエスが近づいて彼らに触れ、起きなさい、恐れることはないと言われた。彼らが目を上げるとイエス一人の他には誰も見えなかった。彼らが山を下るとき、イエスは彼らに命じられた。あなた方が見たことを誰にも話してはいけません。人の子が死人の中からよみがえるまでは。イエス様が変貌されてモーセとエリアと話されているとき、神様はイエス様に聞き従いなさいと言われました。私たちが最も大事にしなければいけないのは、モーセの教えでもエリアの教えでもなく、イエス様の教えです。イエス様だけが私たちが礼拝するにふさわしいお方です。イエス様は神の子です。私たちは日頃から何の教えに従っているでしょうか。イエス様の教えに従わずに、他の人が言うことに聞き従ってはいないでしょうか。私たちが真に聞き従わなければいけないのは、この世の人の声ではなく、イエス様の声、イエス様の教えです。偽物の羊飼いではなくて、真の本物の羊飼いの声に聞き従っていこうではありませんか。All for Jesus!